おい、起きろよ。はい、サンドイッチ。ベーコンレタスサンド、いかがですか？俺はレン、この国の王子だ。と言っても、俺は7番目の王子だから、王位継承権もないに等しい。いわばお飾りみたいなものだ。久しぶりに町へ出てきたけど、生活が苦しい人が増えた気がするな。レン様、反乱分子どもがおります。ここは空気が悪いようですし、そろそろ城に戻りましょう。反乱分子？あそこで演説している男ですよ。腕に腕章がついていたでしょう。あれは王政に不満を抱く者の証なんですよ。あのように民衆を扇動し、革命軍などを名乗って活動しているんです。すごいな。あんなに堂々としてるなんて。ただの身の程知らずですよ。あのような輩にはくれぐれも関わらぬように。俺なんかよりあの人の方がずっと眩しく見えるけどな。陛下、こんな時間に何の用だレン。今日街の様子を見てきましたが、国民の貧困化がとても深刻です。政策を見直した方が。レン、いつも部屋にこもって医学書ばかり読んでいるお前に政策の何がわかる？それは。もっと王家のためになることに力を注げ。私は部屋に戻る。一月後には兄上が王に即位する。だけどこのままじゃ、誰が王になったって国は変わらない。俺一人じゃ何も。そうだ、いるじゃないか、この国を変えたい同志が。あんたがいつきか、少し話をしてもいいか？見ない顔だな。僕に何かよ。ちょっと来てくれ。俺はレン、この国の第七王子なんだが。王家。声が大きい。申し訳ありません。さすがに王族の方とは思わなかったので、びっくりして。言葉遣いも普通でいい。今の俺はただの一般市民だ。どうして王子様がこんなところに？俺もあんたたちの革命軍に入れてもらいたいんだ。え？なるほど。レンも今の体制に疑問を感じているわけか。だけど僕たちにつくとなったら、レンは家族と対立することになる。身の危険もあるし。わかってる。それでも俺は貧しさに苦しむ国民を城から見てるだけなんて嫌なんだ。俺が知ってる情報なら何でも教えるって約束する。どうか俺も仲間に入れてくれ。わかった。君を歓迎するよ。僕はいつき。よろしくね、レン。ありがとう、いつき。いやー、いたいた。遅いぞ、もうみんな集まって。って、誰だ、こいつ、新入り？どうしよう。さすがに王子だなんて言えないし。僕の恋人のレンだよ。恋人？僕たちの活動を手助けしたいって言ってくれたんだ。なんだよ、いつき。いつの間に恋人なんて作ってんな。よし、今日は歓迎会だぜ。どうして恋人なんて言ったんだ？レンの身分を疑われないためには、それが一番いいかなと思って。悪いけど、みんなの前では恋人のふりをしてくれる？恋人なんていたことないのにどう振る舞えばいいんだよ。俺たちの新しい仲間、レンに乾杯。乾杯。なあなあ、いつきとはどこで知り合ったんだよ。あいついつもは温厚だけど、レンの前だとけだものになったりすんの？けだもの？ちょっと待った。スバル、レンは純真なんだから、そういう下世話なこと聞かないでもらえるかな。
なんだよ、のろけ話くらい聞かせろよな。ごめんね、この店は僕たちのアジトでもあるんだ。レンにとってはいろいろと慣れなくて居心地悪いよね。いや、確かにまだ慣れてないけど、俺は城よりもここの雰囲気の方が好きだ。みんな生き生きしていて、笑顔が絶えなくて温かい。そういや、いつき、武器の手配はどうなった？相変わらず数が圧倒的に足りない。やっぱり市民の僕たちじゃ手に入れるのも困難だね。そうか、せめて相手を牽制できるくらいの武器は持っておいた方が。つまり相手をひるませることができればいいのか。レン、何か案があるの？この植物の葉を乾燥させて燃やすと大量の煙が出るんだ。目くらましには使えると思う。へえ、煙幕か。相手をかく乱するのにちょうどいいかも。あとこのキノコには一時的に体をしびれさせる微量の毒がある。これもうまく使えば相手を足止めできそうだね。すごいな、レン、ずいぶん物知りなんだね。俺は本ばかり読んできたし、このくらいしか力になれないからな。このくらいなんて言わないで、すごくありがたいよ。レンが仲間になってくれて僕は嬉しい。いつき。それから俺は毎日のように城を抜け出し、いつきたちの元へ通うようになった。いつき、どうしたんだよその怪我。何かあったのか。警官ともみ合いになった。心配しないで、大した怪我じゃないから。傷見せてくれ、俺が手当てする。え？驚いた、手際いいね。王室じゃ傷の手当ても教わるの？俺のは独学だよ。俺国外へ出て医学を学びたかったんだ。だけど陛下、父さんには反対された。じゃあレンが物知りなのは努力の賜物だったんだね。努力の賜物。そうか、いつきはそう言ってくれるんだな。王子なんて名ばかりで、俺は所詮王家の駒でしかない。城にいる間俺はずっと夢を見ることを諦めてた。でもいつきといると俺が俺らしくいられる気がするんだ。俺はいつきの力になりたい。参ったな、恋人のふりなんて言うんじゃなかった。え、いつかレンの夢も一緒に叶えよう。準備も整ってきたし、そろそろデモを決行したいね。どのタイミングがいいかな。来週は即位式がある。前日なら準備の新しさに便乗してデモを起こしやすいと思う。妙案だね。それじゃ決行は即位式の前日だ。いよいよ決行の日だ。早くいつきたちに合流して。なんだ、やけに警備の数が多い。とにかく急いでいつきに知らせないと。そこまでです、レン様。な、お前、王子でありながらよりによってボートたちと通じているとは。陛下からは捕獲するようにと命令が出ております。くそ、全部お見通しだったのか。このままじゃいつきたちが危ない。彼らを先導したのは俺だ。罰するなら俺一人にしてくれ。ふん、話は後で聞きましょう。うわっ、この煙幕、まさか。いつき。レン直伝の煙幕、しっかり役に立ったでしょ。他のみんなは？ちゃんと全員撤退したよ。そうか、無事でよかった。あ、レン、ちょっとごめんね。逃げよう、レン。ああ、疲れた。追っては来てないみたいだけど、
ほとぼりが冷めるまでは逃亡の日々だな。俺ももう王子でも何でもないしな。それは違うよ。何でもない蓮じゃなくて僕の恋人の蓮でしょ。え、それは俺の身分を隠すための嘘だったんじゃ。最初はね。でも蓮ってば眩しいくらいまっすぐなんだもん。気づいたら本当に恋しちゃってたんだ。いつき、俺もいつきと一緒にいたい。よかった。ここで振られたらどうしようかと思った。大好きだよ、レン。キスって結構難しいんだな。これから慣れればいいよ。キスだけじゃなくて、二人でいろんな場所に行って、いろんな景色を見よう。今度こそ、蓮の夢を叶えなくちゃ。そうだな。いつきの夢も、俺はずっと一緒に追いかけるよ。ご来店ありがとうございました。今日のサンドイッチの味、どうだった？コメントで教えてね。チャンネル登録とツイッターのフォローもよろしくお願いします。あ、麺噛んだでしょ。うるさい。